歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。石川県の震度6の地震災害、勸玄君と麗華ちゃんが救援物資の行動に堀越勸玄麗華。歌舞伎俳優の市川團十郎さん、勸玄君と麗華ちゃんが石川県の震度6の地震被害について進捗を語った。石川県で震度6の地震があったので、自分たちに何ができるのかというものを話す時間を設けました。完全に建物壊れてますね。麗華も勸玄も各々がおそらく必要になるであろう物資を避難所に送ろうとなりまして、いろいろ考えてました。やはりお水とか毛布とかそういうのやっぱ必要ですよね。避難所の方々は昨日も揺れて不安だったろうと思います。そんなことも話して、2人もほぼ何を送るのか決めてから寝ました。今日中に備えて送りたいと思います。勸玄が今難所の方々に向けてお手紙を書いています。お二人各々お小遣いから避難所にお届けするものを選びました。なんとか今日と明日で購入し発送したいです。本当に発送したもの早く届くといいですね。あと勸玄君と麗華ちゃんのお手紙された方が見たら喜ぶんじゃないかなというふうに思います。ファンからのコメントは、持っていても被災された方々に対してなかなかできることではないです。お二人の温かい気持ちが伝わってきそうです。素晴らしいですね。地方巡業を行った小松うららも倒壊していないか心配です。そしてこの建物も蹴落としてできたばっかりの建物ですの で特に、小松の方はあの歌舞伎に熱心な、地域で、先日も子供だけの勧進帳が行われた歌舞伎で、話題になった場所であるので、まあ、小松の方々も含めて、石川県の皆さんの地震のこと本当心配ですね。小遣いの中からすごいね、2人の気持ちのこもった手紙と物資が早く避難所に届くといいですね。團十郎さんも公演がなければ現地に行ってそうですね。本当に普段からも、長野県でしたっけ、飛行機が墜落したあの場所でそういったあの活動もされてますので、まあ、これがなかったら多分、ボランティアみたいな形で行ってたんじゃないかなと、麗華ちゃんと勸玄君と3人でというふうには思います。私の感想は、大雨降るので二次災害にどうか避難して安全でありますように祈っています。特に、雨降った後やはり建物が余計壊れやすい状況ですので、その建物がさらに倒れたりしないかっていうのも心配ですね。さらに連休の時に嫌ですね。観光で来られてる方もいますし、実際、住まれてる方にとっても本当にこの時期での雨っていうのは厳しいですね。でやっぱり、他の大型地震があった時もそうだったんですけど、やはり余震も怖いですね。本当に被害は起きないでほしいです。本当にもうこれ以上はあまり起こってない、欲しくないですね。一日も早い復旧をお祈りしています。石川県震度6の地震災害、
還元君とレイカちゃんが救援物資の行動に堀越還元レイカでした。